エンです、山田蓮、興奮しております。というのもですね、もう今年の T シャツがついに完成したので、ちょっと反則動画を今ね撮ろうと思ってるんですけども、なんか反則動画って嫌われがちな節あるよな。だけど、見てくれてる方は、うわ、そんなんデッサン知らなかったみたいな、もう声が結構たくさんいただくので、ちゃんと動画にしようと思いましてやっていきますよ。で、今回もいつにも増して盛りだくさんこだわったポイントがあるので、なるべくちょっと短めにね説明していこうと思います。もう早速お見せします。今回のデザイン4つあります。まずこちら、はい、と蛍光バージョンと黒は夜なのでネオン感が光ってるっていう感じになります。で、これも赤青と蛍光のどっちも夜バージョンで2色ですね。はい、こんな感じになってまして、でね、このデザインのディティールをちょっと僕の方から説明させてください。これはアメリカンダイナーのネオン看板みたいなイメージで作っておりまして、なんでもうこれ自体がバーンってこう大きい看板みたいなイメージになってるんですね。ここに棒があって、で、まあ、タトゥースタジオ山田って入ってて、で、ここドライブスルーって書いてあるんですよ。これがいつだか、タトゥーもドライブスルーあればいいのにって思ったことがあって、で、それを今回ぶち込んだんですよね。だからドライブスルーでこうビーってタトゥースタジオ行ってさ、で、入ってこう腕窓に出したらタトゥー掘られて、でお金ペット渡して車で行くみたいな、そんなタトゥースタジオ見たことないと思って、まあ妄想の世界ですけどね、打ち込んでみました。でもこの赤と青はもう僕がね好きなカラーで、その全国ツアーのロゴも赤青で作ってるぐらい好きなんですよ。なんでもうこの僕の中での定番色と、もう一色これね、これも個人的にすげー作りたかったんです、蛍光色のT シャツを。っていうのも、その僕古着が好きなんで、その60年代、70年代とかにそのサイケデリックアートとかからこうどんどん広まってったこの蛍光カラーがもういつか作りたいと思ってて、今回手出しちゃいました。デザインともすごい相性抜群で、これね、俺この4つの中で個人的にはおすすめっすね。すげー可愛いと思うこれ。うん、でな、黒も最初もこれのデザインの色違いみたいな感じにしようとしたんだけど、今回看板だし、じゃあ黒だったら夜だからネオンが光ってる感じにしようと思ってね、作ってみたんですけど、めちゃくちゃ大変でした。これすげえ時間かかったけど、すげえ可愛くできたと思う。ちょっとこの絵じゃ見づらいかもしれない、ライティングがあれなんで、ネオン感がこうピカーンって光ってる感じになってるんですよね。すげえ可愛い。もう自分で言うのもあれですけどね。うん、いいよ。で、まあこのデザインに関して言うと、もっとこうあるんですけど、一旦こんなもんにしておきましょう。で、今回のミソはですね、このボディっすね。このボディを一から作りました。もうこのデザインに合わせて一から作った。もう自分で言ってて今バカだなと思ったんですけど、なんかこのさ、アメリカンダイナ風の、まあ、タトゥースタジオがあるっていうのを、まあ、僕の中のテーマとして、で、そしたらもうそのタトゥースタジオにそんなに力入れずに作ったお土産コーナーみたいなのが片隅にあって、そこにあるっていう T シャツなんですよ。これは僕の中妄想ね。だからその生地がすげえしっかりしてて、そのシルエットも肩がちょっと落ちててみたいな、今どきな T シャツじゃなくて、もう本当に当時の今古着でよくあるもうスケスケになってる、もう洗濯しすぎてみたいな T シャツとかの雰囲気で作りたかったんですよ。なので、まあ、生地もね柔らかいし、普段僕らが使ってるボディよりちょっと薄いぐらいになってます。だから触ったらわかると思うんですけどね、このね、一から作ったらどうにでもなるものをあえてチャッチクするっていう、その挑戦はブナを口説くのに結構一苦労しましたですね。で、まあもちろんそのシルエットとか首元とかも僕新品買うとムキってやるんですけど、そのやれ感ももう元から若干こう出てるぐらいの広さにして、で、着丈ももうホックシルエット僕が着てちょうどいいぐらいの長さにしてます。結構短めが好きなんでっていうところになってますよね。
で、次ですね。とりあえずね、T シャツのデザインとか、ボディの紹介し終わったんで、販売にあたっての情報を、ブナさんからいただきましたので、それで読み上げます。この T シャツ、4月30日発売予定で、受注生産です。で、2週間受注期間を設けます。ただ、そのボディを一から作ってるから、受注生産だけど、そのボディがなくなっちゃったらもう終わりっていう、ちょっと厄介な仕組みになってるんですよね。だから一応受注生産で2週間受注期間設けるよとは言うものの、もしその中で、その T シャツのボディがなくなっちゃったってなったら、もうそこで終了。っていう感じです。だから半分受注半分限定みたいなニュアンスですね。はい、ご理解ください。で、金額は今この動画を撮ってる時点では決まってないので、多分ね、インスタグラムとかでアナウンスすると思うんで、そちらをチェックしてください。で、どこかな、もうほんと細かいとこまで言い始めたらキリないんですけど、この辺にしときましょうや。で、まあ他のね、ところはもう手元に届いてから、あ、こうなってたんだねっていうのをちょっと楽しんでいただきたいと思います。どうこうかな。じゃあ皆さん、これを今年の夏は着てね、一緒に楽しみましょう。終わりにします。では。